英大産業株式会社は、大阪府大阪市住野駅、平林南に本社を置く、床材やシステムキッチンなどの住宅設備を扱う企業である。1946年創業、創業者の深尾茂が1946年に、大阪で廃線からの復興を目的として設立された、合板製造業が始まり、 1950年には日本で最初のプリント合板を製造し、繊細で住宅を失った人々に新たな住宅を普及させた。このため同社は木材製品に強いことでもその名を知られる。その後1960年代には事業を拡大、組み立てハウス事業やモーターボート販売などの事業に乗り出す。当時地震に強い住宅、A が ED 広報ハウスを発売して、 ヒット商品となるが、不採算事業を多数抱えていたことや、撤退するタイミングを逃す間に経営状況が悪化。1978年に、会社構成法を申請、1800億円の不採を抱えて倒産。以後は、床材やシステムキッチンなどの製造、販売を軸に事業を進め、2020年春には、農立の住宅システム製品事業を引き受けた。 1970年代には TBS 系の時事放談の番組スポンサーを務めていたこともある。なお、かつて存在した玩具メーカーの英代とは、資本、人材を通じて、関連性は一切ない。2011年12月28日、33年ぶりに当初一部に指定された。など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 ,など2017年現在、テレビやラジオなどでの広告活動はされていない。 AB、国内事業の構造改革の実施に関するお知らせ。株式会社の法律。2020年7月13日閲覧。AB、法律が希望退職で600名を削減住宅システムから撤退。不景気ニュース。2020年7月13日閲覧。AB、法律、住宅システム分野の生産開発から撤退。日本経済新聞。 2020年7月13日閲覧 AB 株式会社農立の連結子会社の事業の一部譲り受けに向けた検討に関するお知らせ A 大産業2020年7月13日閲覧 AB 構造改革の一環とした重設システム分野からの撤退に伴う連結子会社の一部事業譲渡について A 大産業と協議システムキッチンなどの開発 生産の譲渡について検討。株式会社の法律。2020年7月13日閲覧。AB の率、A 大産業に一部事業譲り受け重設撤退で。日本経済新聞。2020年7月13日閲覧。ありがとうございます。